皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年も劇団超合金のあれはあの時のあれ、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2024年になりました。なりましたね。はい。いや、皆さんどうもどうも、めでたしめでたし明けまして万歳万歳、うん、はい。本当に昨年はね、大変いろんな方にお世話になりまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しい思いをさせていただきました、はい、そうですね。はい、はい、でですね、うん、まあ毎年恒例の新春特別配信ですよ。はい、はい、今年もやっていこうかななんて思っちょります。あんまり定着してない感ありますけどね。そんなことねえよ冗談じゃねえ。あ、そう、何言ってんだ。あ、そう、みんな楽しみにしてんだ本当に。ほら、この間のサントピアのやつの後編のやつもさ、書き込みしてくれた人がさ、うんうん、お正月の配信もやってくださいって書いてあったからさ。配信これ配信だ、これ。あ、うん、うん、本当。みんな動画だから上げるのだから配信じゃないとかってさ、難癖をさ、桜井くんも含めてさつけてくるけどさうちはラジオの体でやってっからよ。あ、はい、上げるやつは全部配信なんだ。あ、はい、それでいいか。はい、うん、じゃあね、うん、やっていきましょう。はい、はい、でですね、まあとりあえずは、うん、まあ雑談から始まって、また後半はね、はい、毎年恒例の、うんうん、大昔の映画公開年を振り返る、はい、やつをやっていきましょう。わかりました。はい、はい、まあ去年のことからちょっと振り返りますか。そうですね、ちょっと年末に本当はしたかったんですけど。そうですね、2023年を振り返る的なやつね。そうですね。そう、桜井くんね、だって29日ぐらいまで働いてましたもんね。働いてましたよ。その桜井くんが働いてた作品の脚本を書いて働いていたのがその前までの僕なのでだからなんていうんですかね、めちゃめちゃ忙しくて、ちょっと最近ね、うん、ラジオの方が滞りがちなんでねはい、はい、まあこれを新春にあげまして、うん、それ以降は標準の流れでやっていきたいなと思ってますんで、はい、ぜひ、はいはい、頑張っていけたらと思います。はい、はい、でまあ去年何かありました？去年は、はい、もう本当に直近っちゃ直近なんですけれども、はい、新潟に行った時の新潟の思い出的なことをね、はい、やっぱ話したかったんですよ。なるほど。スペシャル APS のあの動画は前編後編みたいな感じで出したけど、はい、我々新潟の話ってしたっけなと思って、うん、じゃあしましょうか。そう、うん、どうでした新潟？新潟ね、すごい良かったの。良かったね。そう、だからすごい話したくて、うん、新潟の人に伝えたかったの。なるほど。はい。じゃあ新潟の方に聞いてもらえるようにね。うん、届け新潟へこの思い。そう。はい。新潟の人すごく優しくてみんな。そうですね、はい。新潟の方優しかったですね。なんかこの知り合いの方とかっていう話じゃなくて。そう。会う人会う人っていうか、何だろう。本当通りすがりの人まで優しかった。うん。なんかね、うん、桜井くんのリュック空いてますよって後ろから走ってきて教えてくれたりとか。お兄さんがね。そうそうそう、うん、あとね、タレカツ食べたんですけど、はい、タレカツ食べるところのお店の前でね、うん、町番号表みたいのが置いてあったんだよね、うんうん、ポンってね、はいはい、で店員さんがそこにはいない状態で、うん、これ書いて待ってないとダメなのかな、どうなんだろうって言ってたらね、うん、中から来た、ね、サラリーマン風のおじさんがね、うんうん、あ、大丈夫ですよ、入れますよ、ね、帰って行ったりとか。そう、みんなね、ちょいちょい優しかったですね。フレンドリーにすごいお声掛けしてくださったり、うん、あと本当もうお店の方の対応、どのお店もすごく丁寧で。そうでしたね。でね、いくらです、ありがとうございましただけじゃなくて、なんか必ず一言あるのよ、うん、お土産買ったりとかしても、うん、サントピアワールド行かれましたかとか、うん、そうそう、何このホスピタリティ券。サントピアもね、行ったらやっぱ中にね、うん、係員さんがいるんですけど、いくつかのやつをね、うんうん、こう掛け持ちでやりながら。そうそうそう。で、天気が悪かったんで、うん、オープンして入った時ね、僕たちしかいなかったんですよ。貸し切りだったんだよね、だいぶ長いことねそう、なのでどこ行ってもね、今日寒いっすねとかね。そうそう、あそこは雨降って使いたくなるアトラクションもあるんで、最初のうちに雨あんま降ってないうちにこういう行けるとこ回った方がいいですよって地図をね持ってきてくれたりとかして。そう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 、うん、優しかったですね。あとね、車が脇から出てくるじゃないですか、うん、あとは信号待ち、信号のない横断歩道とかで待ってたりとかするでしょ、うん、必ず車が止まってくれるの。そうそうね、僕たちほら岡崎も好きで、うん、2,3 回ね行かせてもらってるんですけど、うんうんうん、岡崎も本当に好きでいいところなんですけど、うん、大好き。車はね本当に危険で、ね、愛知に歩行者に人権はないと思う。やっぱドライバーファーストなんだなって。お国柄の違い。歩道の横の店から出てくる車とかも歩行者がいる可能性を
考えていないというか、あんま考えてないよね。あとまあ泊まってくれるなんて持ってるほかみたいなところあったんで、うんうんうん、そうね、そういう意味ではね、新潟はその辺もね、はい、優しかったですね。そう、もう行ってくれていいのにって思うぐらいの感じでも、うん、もう必ず泊まってくれて、うん、優しい。だからさ、こっち東京帰ってきてから、うん、車止まってくれたら、うん、新潟の人かなって思って。新潟男の人みんな優しかったんですけど、うん、女の人すごく気が強そうでしたね。あ、どこもかしこもね。なんかわかんないけど、日本海側の人ってそういう嫌いありませんか？わかんない、俺日本海側に詳しくねえから。あ、そっか。ただ僕の母親は新潟出身ですけど、そんなに気は強くもないですけど、弱くもないけどね。あー、そっかそっか。そうそう、僕ね、母親が新潟の出身なんですよ。ね、ずっとおっしゃってますもんね。はい、結構ね、偏僻なところですね。妙高高原の方に近いのかな。妙高高原、うん、ですね、うんうん。で、まあ、結構なね、土地持ちの家だったんですよ、母親の家は。はいはいはい。ただなんかみんな勘違いされると困るんですけど、うん、じゃあすげえお嬢様でめっちゃ金持ちだったのかみたいな。って言われると思うんですけど、なんだろう、思い描いてほしいのはなんか一休さんの庄屋さん家みたいな。でも生活水準は別に変わらないよみたいな、なんていうの、こうちょっと大きな家に住んでみたいな感じで、別にね、そのなんだろう、もう毎日フォアグラ出てきますみたいな、お手伝いさんがいますとか、そういうんじゃなくてっていう感じですよね。ただその最寄りの駅から母親の実家までは、他人の土地を一切踏まずに歩いて帰れたんですね。すごーい。もう違うんですけど、うん、おじいちゃんが田中角栄に入れ込んじゃったで、昔から結構財閥系の大きな工場があるんですよ、はい、駅の反対側に、うんうん、そこの土地全部今でもうちの土地です、うん、って言うと、ほら、俺のこと金持ちなんじゃないか、貧乏自慢してこいつって思ってるかもしれないですけど、うん、1年間のそこの家賃が東京ドーム何個分あるのかな、わかんないけど、その会社の、そうそうそう、うん、その工場が1年間で12万とか待って待って月家賃じゃなくて1年でね、年間の家賃で、それをだからそのおばあちゃん亡くなって残ってる母親の兄弟ほとんど女系なんですけど、はい、10人ぐらいまだ生きてるのかな、亡くなったのかもしれないけどわかんないんだけど、うんうんうん、で割ってるんで、まあな、1人に1年に手取り1万とか2万とかいやいや、そこの会社もさ、おかしいでしょ、物価もこんなに変わって、円のね、価値も変わって、ただもうそんななんですよ、本当に。だからね、おばあちゃんが亡くなった時、結構その女の兄弟たちで、私があれをもらう、これをもらうって争いがあったらしいんですけど、うんうん、はいはい、持ってけよみたいな山一軒もらうぜみたいな話、でかそうに聞こえるじゃないですか、はいはい、売れないんだから、売ろうとしたって誰も買わなくて。で、今資産価値どれぐらいかって言ったら、山1個ですよ、うん、東京ドーム3個分ぐらいですよ、1個の山だけで、うん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 、2、3万ですよ。だからね、ほんとね、違うんだよね、やっぱ女の人の兄弟ってさ、結局その亡くなるとさ、うん、私の方がお母さんに気に入られてたみたいな、その感情論なんですよ、うんうんうん、で揉めたんでしょうね、一番は。うちの親それ嫌になっちゃったんでね、うん、ほとんどの親戚と連絡取らなくなっちゃったんですけど。そっか、うん、唯一連絡取ってるのはなんか長野の方に住んでるおじさん、うんうん、唯一の男の家族で生き残ってる、うんうん、要はお兄さんだけみたいですね、はいはい、うんうん、あ、そっか。だから子供の時はね、結構いろんな親戚のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとか仲良くしてもらったんですよ、うんうんうん、可愛がってもらって、うん、もうみんな何してるか全然わかんないね。あ、そう、うん、っていうのがあってね。なので、そっちの方も行ってみたかったんですけど、はい、新潟帰ったら。はいはい、行きたい行きたい。電車を調べると、まず降りるのが新潟駅ですらないんでね、新幹線が。新潟駅から回っていこうとすると、3時間5分とか、結構なやつで。え、それって、これは諦めなくちゃ。まずどこに降りればいいの？どこだったっけな、今見ないと分かんないけど。新幹線は一応、止まる駅？なんかね、止まる駅で降りても、そこからもさらにかかるから。妙高高原って向こうの方の人からしたらわかると思うんですけど、うん、新潟はまあ新潟なんですけど、うんうん、っていうところにあるんですよ、まあ、新潟もね、でかいからね。だからサントピア冬やってないじゃないですか、はいはい、あんなのよりもやばいんですよ。あ、冬は雪そうがね。で、その母親の実家がある方には、うん、泊まるところもほとんどなくて、一軒だけ旅館があるみたいな、うん、なんだろう、犬神家の一族のさ、金田一が泊まったみたいな旅館が一軒だけあるんですよね。ああ、はい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 。で、未だにそれ一軒しかなくて、うん、お店も俺の知る限りでは、子供の時の記憶では、
途中にあるなんかガラガラ引き戸の駄菓子屋さんと、うんうんうん、駅降りてすぐにある裏の工場で両手なくなっちゃったおじさんが一生懸命やってる電気屋さんの2軒しかなかったんですね。2軒か、はい、だもんでね、ちょっと行けなかったですね。そこに一泊できるんだったらちょっと寄ってもよかったんだけど、はいはい、もうそこに泊まるところがないからさ、どうしようもないじゃん、うん、行ってもね、うんうん、っていうところなんで、うんうんうん、なので行かなかったんですけどね。そっか、でもそこの旅館まだあるんだったら私そこには泊まってみたい。あるらしいんですよね。ああ、そうなんだ。どうやら。へー。でなんか調べたら、その古民家をリノベーションした、あ、なんか勝手に勝手にって言ったらおかしいけど予約してその鍵をもらったらあ、はいはいはい、お前らだけで行ってで出るときには鍵返せよみたいなのが一軒だけあるらしいんですよ、はいはいはい、最近そういうの結構流行ってんね。ただその一軒も駅から歩きで行くのは無理みたいで、あ、で駅前にタクシーなんて来ないんですよ。あ、駅舎すごいからね今でも。そっか、うん、もう鉄道ファンにはたまらないような駅で超行ってみたいね、うん、なのでちょっと行けなかったんで、次回ね新潟に寄るときがあったらね、うん、行ってみたいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ今回ご縁というか、まあたくさんがね、はい、やられるっていうのがあって行ったっていうのがあるんで、うんうん、なかなか新潟に行く機会は、で新潟ってみんな意外と近い近いって言うじゃないですか。はい、私もそう思ってます。俺が子供の時に新潟入りしてた時はちっとも近くなかったわけですよ、うん、だからその印象はすごく強いんで、新潟ってものすごく遠くにあるんだなっていうふうに思ってるわけ。そう、まあ、新幹線通ったからね。まあそうかもしんないね、うん、近いイメージはやっぱあってですね。はい、なんでね新潟また行きたいなとは思いますけど、はい、いつ次いつ行けるかね分かんないけど、うん、あ、そうだ、たくさんで思い出した。そう、たくさんなのよ、はい、何が。あのね、新潟決定的にいい、めっちゃいい人って思ったのたくさんで、はい、私 APS やってないじゃない。やってないですね。で六章さんにフラフラついてってるだけじゃないですか。まあね、撮影してもらわないと自分で撮りながら打つのはちょっと難しいんでね。で、あのこの間の新潟公式の時もね、はい、あのそれでついていかせていただいて、はい、最後みんなで集合写真を、はいはい、撮るってなったじゃないですか、はいはい、あ、じゃあ私撮りますよって言ったの、はいはい、そしたらタクさんがね、いやいや桜井さんも入ってくださいよ、別に APS されてなくても桜井さんも僕たちの仲間だと思ってますからって言ってくれたのね。あ、私ありがです、ね、ちょっともう泣きそうになっちゃって本当なんていい人なんだろうタクさん、マジでそんないい声で、そんないい人で、本当タクさんめっちゃいい人だなと思って。タクさんいい声してますね。いい声してるでしょ、うん、めっちゃ渋いいい声してますよ ね。今から声優さんに転身したらいいんじゃないですかね。できるできる、はい、でも本当にね、そんなことがさらっとナチュラルに言える人ってマジいい人じゃないとで言えないじゃん。うん、まあやっぱりふんわりしてるところもいっぱいありましたけど、その公式自体は1回目なのもあるし、うん、はいはい、ね、まあね、だけど打ち上げの時ね、うん、たくさんすごく楽しそうだったんで、うんうん、あ、よかったなって思いました。よかったね、もうそれが全てだよね、はい、僕は何の手伝いもしてないのに、よかったなも何もないんですけど、本当にもう私もバラシの時もいつバラシが終わったのか分かんないぐらいまでぼーっとしちゃって、そうそう、あれもまあふんわりしたところっていうかま始まったの誰か教えてくれよみたいな、あ、お手伝い感じだったんですけどね、ほとんどできなくて申し訳なかったんだけど、まあでもほらあそこはね、あ、まあね、シューティングレンジなんで元々が、うんうん、そうね、よそみたいにゼロから作るのと違うんでね、そんなにかかんなかったんだとは思いますけど、まあ、まあそれはそうだろうけどね、まあ楽しかったですね新潟ね。いや本当に本当また行きたいなと思って、でサントピアワールドっていうね新潟にある遊園地、うん、僕昔から行きたかったんで、はいはい、まあ行けてよかったですよ。あそこの遊園地ほんとよかったね、はい、でも遊具がほとんど動いてなかったからさ、まあほとんど動いてないわけじゃないけど、あ、乗りたい、まあ、ジェットコースターとメインどころがね、やっぱり SL がね、あのその日はなんか午後からは必ず雷雨だみたいに予報が出てて、うん、そうそう、結局雷雨じゃなかったけど、うん、ちょっと遅くなってから、うん、多少来たけど ね、うん、だったね。なのででも雨ずっと降ったりやんだり降ったりやんだりだったでしょ。そうなんですよ ね。なのでジェットコースター系はダメでしたね。そうだからね、ちょっとそれは残念だったけど、でもでもっとサントピアの動画撮っとけばよかったと思って、もう自分が遊ぶのに必死になっちゃってさ、まあいいんですよめったに行けないことだしね、うん、うん、撮れるとこだけ撮ってっていうこと で、はい、でまあその分ちょっと前半の動画はね苦心しましたけど、うん、動画がないんでスライドショーになっちゃって申し訳なかった、はい、本当に、うん、まあ頑張りましたよ。前後編あの動画上がってますので、はい、結構ね頑張って編集したんですよ、うん、
あのオープニングとかもね、あれもまたロケに行きましてね。ロケしましたね、はい、はい、で撮らせていただいたんですけど、うん、あれもねその場で全部ね何するか考えながらやってるんで、うんうんうん、はい、事前の準備も何もないうちらしいやり方なんですけど。そうですね。で撮ったものをさらに俺が編集するときに、ね、うん、これを何に使おうかってまた改めて考えるっていう、うんうん、やり方でいい感じだったと思います。やってるものなんですけどね、はいはいはい、ぜひあのご視聴ください。あ、見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、今回はねなんかもういろいろ小ネタも仕込んで、まあそうですね、あのアイキャッチとかね、テレフォンショッピングとか、そうそうそう、本当にあの APS だけが好きな人には何の関係もないんですけど、うんうん、うち一応劇団なんで劇団なりの編集っていうもんがあると思ってますから、うちはあの APS が楽しいよっていうことを伝えたくてやってるんで、うん、そうね、はい、そのなんだろう、そういう方向からのアプローチだと思ってください、はい、お願いします。ですね、はい、でまあ去年そんなことがありましたよということで、うん、今年なんですけど、はい、まあ、まず劇団としての展望はまあ後で話すとして、はい、個人としては、うん、まあ年末忙しかった分今年の前半特にそういう忙しい仕事が入ってはいないんですね、はいはい、予定がないのと、うん、まあ、新潟行って新潟の結果はさほど振るわなかったじゃないですか。そうですね。ただまあ振るわないに決まってるっていうか、うんうん、練習してないじゃないですか、うんうんうん、僕それで本当はいいとは思ってるんですよ。そのなんだろう、打ってる時に打って、うん、参加できる公式とかに行って、うん、で点数が何でも楽しめればいいっていう楽しみ方でもいいんだよ、うん、APS はとは思ってるんですけど、うんうんうん、まあちょっと不甲斐ないというか、はい、自分が発信する側でいつまでもちょっと今シャープシューターっていう最初に出た公式で撮ったバッジのままなので、はい、うんうん、まあそれでもいいんだけど、うん、もうちょっとちゃんとやろうと思って、うん、あ、やっと思いました。あの、うん、単純に言うとその練習をもう少し今までよりもするっていうのが、はい、ただいつまで仕事が入らないかわかんないんで、うんうん、とりあえず2月にあの隅田公式という東京の公式大会があるんですね。あ、決まりました。はいはいはい、うんうん、なので一応それまでは今までよりは練習回数を増やす、がっつりって言ってもほら全然そんなすごくいっぱいできるわけじゃないし毎日行けるわけでもないんだけど、はい、まあ、今までよりは練習の回数を増やしてやっていきたいっていうのがあるのと、はい、あとはこう大会の時の立ち振る舞いとしては、うんうん、まあ、今までは、まあ、打ちたいものを打ってたっていうか変な言い方すると、ん、例えばシルエットとかにしたら、はい、まあ、今回も上段全部外しましたけど、 あ、うんうんうん、あれ後で気がついたことはあるんですけど、うん、まあそれはまあもう言い訳なんで、うん、ただ例えば8を外すじゃないですか、8メートルを、はいはい、したら8メートルをずっと打ったりとか、うん、9メートル打ってみようかなみたいな、うんうんうん、まあ適当に打ってたんですけど、はい、今回隅田の時はですね、うん、もう明確に僕はバッジを取りに行きます、はい、あのバッジの更新を確実に目標に掲げます、公約に掲げます。エキスパートまでは最低でも行くし、うん、もちろんもうねそれは口だけじゃなく、うん、取れたらマスター、グランドマスターも行きたいので、はいはい、なので、まあ、例えば8打って外れたら、うん、次は僕6打ちます、はい、ずっとそれ私言ってた。それは知ってるんですよ、うん、で今までもそれをやってればバッチの更新ができる点は取れてたんですけど、うんうん、それどうでもよかったんで、うん、たださすがにちょっとねもうちょっと上げたいと思って、うんうん、今年はその、はい、APS の隅田公式まではひとまず点を取れる打ち方をすると。そうですね、あのもう点の方に振って打つ、うん、はいはい、っていうのをやって、それでまあバッジがもし更新できたら、うん、まあその先はまた楽しさを伝えるというか、うんうんうん、でなんか楽しさを伝える動画も撮っていきたいっていうのがあるんですね、はいはい、フロンティアさんの車場とか開放されてるんでお借りして、うんうんうん、普通に競技を映すっていう動画がほぼほぼだと思うので、うんうん、APS の動画って、うんうんうん、なんか違ったチャレンジとかをもちろんその車上のお邪魔にならないようなやり方でね、はいはい、撮ったりして、うん、APS って楽しいんだなって思ってくれる人が増えるような動画は撮りたいなと、うんうんうん、APS に関しては思ってます。はい、はい、ですね、はい、あとですね、うん、まあ、動画を見て思ったんですけど、うん、ちょっと太りすぎましたね俺。いや本当に気にしてなかったんですよ、うんうん、あんまり体型のことその表に出る仕事、うん、今あんまりしてないから、はいはい、ただちょっと映像を見るとね太りすぎたなと思って、うん、なのでですね、はい、痩せますここで、はい、あの痩せることにしました。あ、本当ですか、はい、急に。そうですね、うん、急にあのここ昔の舞台写真1枚入れとくんで、うん、昔の俺はこれぐらい痩せてたんだなっていうのを多分
後年の最近の僕しか知らない人にはね、うんうん、誰だか分かんないかもしれませんけど。そうだね。はい。うん。まあそこまでは戻りませんけど、多分年齢的にね。うん、まあね、まあね。とりあえず10キロぐらいは痩せとこうかなと思って。痩せることにします。そっか。はい。はい。ですね。なので、公式だった時少し痩せてたら、あ、痩せてんだなって思ってください。そこまでね、2月にまでに目に見える結果が出てるといいですね。まあ出るとは思います。痩せようと思ったら痩せるんで。本当ですか？いや、昔と違うよ。でもまあ、昔から役によって痩せたり太ったりし続けてたんで。若かったからできたことなんだよ、それは本当に。私、本当に痩せなくなったもの。うん。そうだな。本当に。ただまあ、痩せ方は知ってるというか、うん、まあもちろん専門でもあるから、その、うん、体的なことは、うんうん、まあ痩せると思います。はい、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、まあ、僕的にはこんなことですかね。なるほどなるほど。桜井さんはどんな。え、私、はい、ああ正直今年の展望とか全然何にも決めてないんですけど、うん、私も痩せようかな。まあな、うん、もう仕事の話は今のところ俺たちしてないからね。うん、うん、そういうんじゃなくてね。そう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 、お仕事の話になったら、仕事はでもほら俺たちはその劇団の活動として仕事をしてるっていうのとはまた違ってくるから。そうですね。まあその辺僕は全然口に出さないですし、桜井がまあね、うん、声優さんだから出た作品の宣伝とかしてるけど、うん、俺はまあそういうのも基本的にはしてないんで、うん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 、まあどうでもいいって言ったら変だけど超合金は超合金としてやっていこうかなっていうのもあるんで、あんまり僕はまあ仕事の話はしてないですけど。あ、なるほどね、うん、私は昔から、うん、うちの舞台を見に来てほしいために、うん、芝居のお客様を増やすためにお仕事してるみたいなところあったんで。まあね、ただうちね、だいぶ長いこと公演活動も休眠中じゃないですか。そうですね。まあちょっとね、いつ復帰できるかはわからないというか。ちょっと難しいですね今ね。だから何かよほど状況が変わらない限りは、舞台公演は、うん、まあ当分ないのかなっていう感じなので、ね、まあ本当に個々の活動、はい、活動にはなっているところではありますが、劇団全体の活動はチョラジオンリー。そうですね。とはいえ声優のお仕事は、うん、まあもともと目指してやったお仕事なので。そうですね。はい、なりたくてなったものだから、うん、まあそれはもちろん一生懸命お仕事をいただける限りはやらせていただきたいなって今年もまあ思っておるし、うん、なんかいい仕事が決まりそうみたいなツイート上げてたじゃないですか。そんなこと書いてたっけ。書いてました書いてました。本当に。うん、だけどまあそれはまあ発表できる時期が来たら発表されるのかな。そうですね、そうですね。怪しくなってきた？大丈夫？わかんない。ちょっとわかんない。うん、もしかしたら、うん、はい、うん。なるほどね、うん。まあ、いい話が聞ける可能性もあるよということですね。そう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 。なるほど。うん。まあ、それが実現したら嬉しいなっていうのが、今、目標っていうか、夢かなって感じですかね。はい。はい。わかりました。じゃあ、まあ、こんな感じで、はい、今年も、ちんたらだらだらと、ゆるーく活動していく劇団超合金のことを皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、こんなもんですかね。うんうん。じゃあ、これからあとは、はい。また例によってね、はい。昔の映画を振り返る一年、はい。というのをやりたいと思います。はい。それでは。新春恒例ですね。はい。はい。うん、年前はどんな映画が公開されていたんだろうか。ですね。はい。をやっていこうと思うんですが。はい。今年なんですが、うん、去年を見たらですね、83年の映画を振り返ってたんですね。うん、はいはい。今年84年にしちゃうと多分半分ぐらいの映画が去年と被っちゃうんで。被っちゃうね。うん。今年は94年。94年。の映画を振り返っていきましょうか。はい。じゃあまた申し訳ないんですけど、ウィキペディアの方で、はい、1994年の映画というので引いてもらうと出てくると思うん で、うん、でその項目をね、皆さんも一緒にウィキペディア開きながら見ていただけると嬉しいんですけど、はい、開けました。はい。じゃあまずは出来事から見ていきますか。出来事ね。はい。最初何がありますか。世界の出来事でいいですか。いいですよ。3月23日、イタリアの女優ジュリエッタ・マシーナ死去。ああ、なるほど。ジュリエッタ・マシーナが亡くなった年ですね。と、うん、いうことは前年の年末ぐらいに旦那さんの、映画監督のフェデリコ・フェリーニが亡くなったはずですね。そうなんだ。5ヶ月後ぐらいに亡くなったんだったんだと思うんですよね。ああ、そうなんだ。はい。まあ、フェリーニの映画で有名な女優さんなんですけど、うんうん、素晴らしい
女優さんでしたね。そうなんだ、うん、道っていう映画があるんですよ、はい、フェリーの監督の、うん、これがすごくいい映画で僕大好きなんですけど、うんうん、アンソニー・クインとかが出てた、うん、そう、この映画ぜひ見てほしいですね。古い作品なんですけど、うん、うまかったですね。ちょっとね、頭の弱い女の人の役だったんですけど、キラキラ輝いてましたね。晩年ね、あのジンジャーとフレットっていう映画でね、マルチェロ・マストロヤンニかなんかと一緒に共演したりして後年復活したんですけど、うん、それまでの間だいぶブランクがあったんですよね。結構そうなんだ、うん、フェリーニとはずっとね、結婚してから亡くなるまで連れ添った感じですね、うんうんうん、途中まあ別居なんかもしてましたけど、うんうんうん、はいですね、はい。6月14日作曲家のヘンリー・マンシーニ死去。ああ、ヘンリー・マンシーニね、素晴らしい作曲家ですよね。有名なところだとティファニーで朝食をとか、うん、あとはまあ有名かどうか知りませんが、僕の中で有名なスペースヴァンパイアですね。じゃんじゃかじゃん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 ですね。あとあれです、ピンクパンサー、ででってでん、ああ、でてんてて、それ一番初めに言うやつじゃないですね、うんうん、の音楽とかを、世界的な巨匠のですね、あ、が亡くなられたのが94年だったと。30年前、そうですね、うん、だいぶそういう入れ替わりの時期だったんですね。そうね、はい、ほんで7月8日トレスターピクチャーズ制作ゴジラの監督はヤン・デボンに決定。はいはい、まあ、やってないですけどね。12月12日スティーブン・スピルバーグ監督、映画プロデューサージェフリー・カッツェンバーグ、レコード会社経営デビッド・ゲフィンがハリウッドに映画制作の新会社ドリームワークス SKG 設立を発表。はい、ドリームワークスね、今でも映画いっぱい作ってますよね、うん、スピルバーグの時にあの出てくるね、うん、やつ、ドリームワークスね、はい、まあ、あんまり好きではない会社ですけど、はい、10月20日アメリカの俳優バート・ランカスター死去。あー、バート・ランカスターが亡くなられた年だったんですね、うん、年末近くですね、うん、バート・ランカスター知ってます？ない、知ってるはずなんですけどね。誰？あなたが知ってるのだとカサンドラ・クロスの大佐、はい、あの指揮所でずっと指揮してた、うんうんうん、あの列車をなんとかしちゃおうとしてた人、はい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 、あれがバート・ランカスターですね。なるほどなるほど。あとはまあ OK 牧場の決闘のワイアット・アープとか、うん、まあとにかく名優ですよね。あー、サーカスにいたんですよ、もともと。へー、サーカスのね、空中ブランコの芸人さんだったんですね。そこから映画業界に入って、で自分でね、あのプロデュースとかもいっぱいやってて、映画の名作いっぱいですね、うん、バート・ランカスターも僕の中では結構重要なスターの一人ですね。顔見るとね、わかりますよ、かっこいい、うん、あのカーク・ダグラスなんかとね、ライバルだったんですよね。あ、そうなんだ。だから OK 牧場の決闘の時にはワイアット・アープをバート・ランカスターがやって、うんうん、ドク・ホリデーをカーク・ダグラスがやってっていう、もうあの後年で言うとヒートでパチーノとデニーロが共演したみたいな、はいはいはい、結構おーっていう映画だったんだよね。よかったですね、あの映画面白かったわ。あ、そうか。そうですね、大反撃とかね、そういう映画もあって、僕の好きな映画いっぱいありますね。巨匠にもね、あの招かれて、うんうん、ウィスコンティとか、うん、フェリーニとか、そういうところの映画にもいっぱい出てる人ですね、うん、アクションスターでありながら演技派でもあるという、あ、非常に恵まれた俳優さんでしたね。うん、なるほどね、はい。世界の出来事はこんな感じなんですけれども、日本はね、はい、うん、平成たぬき合戦ポンポコ大ヒット。ああ、よかったですね高畑監督ですよね、うん、僕ジブリの映画基本的にあまり好きじゃないんですけど、はい、まあ、高畑監督の方がどちらかといえば好きですね。どちらかといえばで、高畑監督のこともそんなに好きではないんですけど、うんうん、あとは川北賞ですね、川北賢子、はい、あ、まあ別にこの年に亡くなったわけじゃないんですね。そうですね、はい、命日にちなんで作った賞かな、まあ、有名な、なんて言うんだろう、映画を広める人みたいな、うん、難しいですけど、でもなんか映画館がいっぱいできてる。そうですね、新宿シネマ借りて、まだシネコンがね、この辺から出始めたんだと思うんですよね。恵比寿ガーデンシネマ、立川シネマシティ、うん、そうだね、ここら辺からシネコンが台頭してくるのかしら。そうですね、うん、あとはゴジラ対スペースゴジラの頃ですね。あゴジラ40歳誕生日の行事を東宝スタジオで開催ですって。うん、40歳。あとは音羽信子が亡くなってますね。うん、はい、音羽信子さん、女優さんですね。うん、結構なんだろう、こう波乱万丈の人生のね。そうなんだ、はい、あのおしんの
一番晩年を演じたのが音羽さんですね。そうなんだ、はい、へえ、うん、まあこんな感じですかね。そうですね、はい、映画興行のところ行ってみましょうか。はい、入場料1800円、一緒ですかね今と。そうですね。で、映画会社の収入なんかを見てみますか。はい、松竹が抜きん出て悪いですね。悪い、はい、そうだね。そうですね、だから三者協定を持ってる会社の中では松竹が没落を始めた年と。でもね、釣りバカと男は辛いよ、あんのにね。まあでもまあまずかったんだよね、この辺ね。そっか。だこれ前後ですよね、この前後にあのあれですね、創業OKのチーム奥山とかをやってたね、奥山プロデューサーとかが追い出されたりする頃合いですかね。そうなの、うん、うん、ですね、はい。逆に東宝がすごくいい。まあすごくいいってほど良くないですね。良くないの。あ、本当だね、 109.8% か前年比、うん、さほどは。この辺の世相が分かんないんで何とも言えないですけどね、うんうんうん、じゃあ各国ランキング1位クリフハンガー、うん、スタローン。なるほど。スタローンで監督がレニー・ハーリンでしたっけですよね、うん、まあ分かんないでしょうけど、うん、僕もこれ映画館で見ましたね。あ、本当、うんうん、そんなに面白くはないですけど内容はないからね、うん、ただやっぱりこう鶴瓶打ちなんでね、うん、アクションの、うんうんうん、見てる間はぼーっと見てられる映画っていうか、うんうん、レニー・ハーリンってそういう監督だよね、うん、ディープブルーの監督ですね、うんうん、なんかスウェーデンかなんかの人だよね、あの人ね、確かね。そうなんだ。で2位がトゥルーライズ、シュワルツェネッガー、シュワちゃん、はい、うんうん、ジェームズ・キャメロン、はい、すごいですよね。この映画はなんかこう超大作アクションのような宣伝だったんですけど見に行ったら超大作アクション並みの予算をかけた夫婦コメディだったっていう私好きですよ。ストーリーの9割がね、奥さんが浮気してるんじゃないかと疑ったシュワルツェネッガーの話ですからね。そう、はい、それをもうなんかお金かけてそうですね。でこれヒロインやってた、あの奥さんをやってたのが、うん、ジェイミー・リー・カーティス、あのハロウィンのヒロインの人ですね。はい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 、今日スクリームクイーンの、うんうんうん、あのジャネット・リーとトニー・カーティスの娘さんですね。去年かな、もう去年になるのか、うん、にあのハロウィン・エンド、うん、ハロウィンシリーズの最終作、はい、でまたハロウィンのヒロインをね同じ役でずっとやってましたね。え、すごー、はい、へー、もうねなんかねもう勝てちゃうんでねマイケルにもう勝てちゃう、なんか貫禄がすごくて、あ、そう、うん、勝てちゃうようになっちゃった、勝てちゃうなっちゃったねはい。で3位が平成たぬき合戦ポンポコ。あー、すごいですね。ですね、まあ僕は特に言うことは何もないですね。私もないんだよ、てかね見てないんですよ。あ、本当、うん、あんまりねなんか好みに合わないんですよね。うん、4位がシンドラーのリストですね、はい、スピルバーグ、うん、主演がリアム・ニーソンですね、うんうんうん、まあこれ実在の人の話なんですけど、はい、シンドラーさんっていう、うん、この人最初はお金儲けがしたかったんですよ。あのユダヤ人の労働力が安いから、はい、その人たちいっぱい雇って、うん、でお金儲けしようとしてたのが、うんうん、そうしてるうちにこうナチスが台頭してきて、はいはいはい、じゃあユダヤ人助けなきゃなって、うん、なっていくっていう、純粋なヒーローじゃない人がヒーローに変貌していく物語なんですけど、良、うんうん、かったですけど、うん、僕やっぱスピルバーグってこういう作品向いてないなと思います。あ、本当、うん、うん、カラーパープルぐらいからちょっとこうシリアスめな映画撮るようになったんだけど、はいはい、まあ、プライベートライアンとかもあるじゃない、うんうんうん、あんまりこういう作品撮んなくていいですね。あ、そっか、うん、なんかね歴史に名を残そうと思わなくていい、あと俺は思ってます。なるほどね、よかったですよ、よかったですけどね、うん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 、で5位がライオンキング。ライオンキングって30年前なんだな。そうですね、うん、まあ、僕はライオンキングはですねジャングル大帝のパクリだと思ってます。まあ、手塚もそう思ってた、はい、うん、まあ敗訴しましたけど、うん、まあ絶対にパクリです。絶対にそうだと私も思うなのであまり推しはしません、うん、まあ、これからあとねライオンキングっていう作品がここであったおかげで劇団四季が大儲けするっていうですねことですねまあそうですね。でゴジラ対メカゴジラ、新しい方のゴジラ対メカゴジラですね。こんな時期なんだ、ゴジラ対メカゴジラね。まあこの作品にもそれほど語ることはないですね。うん、ゴジラ対メカゴジラというタイトルの映画を見るんでしたら、うん、旧作のブラックホール第三惑星人が操ってるメカゴジラと戦うゴジラの話の方が全然いいです。あ、そうなんだ、はい、うん、で7位パーフェクトワールド。パーフェクトワールド、ケビン・コスナーですね、はい、で監督がクリント・イーストウッド、うん、この映画良かったんですよね思ったより、うん、ただケビン・コスナーってなんかさ
いい映画に出てる雰囲気全然醸し出さないじゃん。わかる？なんていうの？あー、そうかな。そうなんだよね。俺ケビン・コスナーって結構いい映画いっぱいあるんだけど、はい、ケビン・コスナーってなんかケビン・コスナーが出てるっていうだけでいい映画じゃない気がしちゃうタイプの俳優っていうか。どうしてどうして、ケビン・コスナーってどういうイメージ？ケビン・コスナーですか、そうですね、ケビン・コスナーのイメージが決定的に悪化したのはやっぱりポストマンがあったからなんですかね。なんかね、ちょっとで演技はそんなに上手くないじゃないですか、ケビン・コスナーって。そうなの？さほど良くはないので、まあ結構いい映画だったんですけど、なんかケビン・コスナーが主演っていうだけでなんとなくねイメージが悪いっていうか俺の中ではね。そうなんだ、あれケビン・コスナーってダンス・イズ・ウルブスの人？そうです、ダンス・イズ・ウルブスを監督もして、主演もしてアカデミー賞も取って、こいつはすごいぞ本物だってなって、2作目でポストマンを取って、あーそっか、なんだろう、なんだあんな急降下あるかねっていう評価の恐ろしいほど下ってったからね。だからダンス・イズ・ウルブスを取ったのがジェットコースターの頂上だよね、落ちる直前のでポストマン撮ってすごいもうてーひゃーってねっなってるとこですね、うん、そんなに良くはないかなっていう、でミセスダウトですね、はい、これロビンウィリアムズでしたっけ、はい、なんか家政婦さんのフリするやつですね。そうそうそう、なんか離婚かなんかして、子供が心配だからみたいなやつですよね、これもあんまり記憶にはないですね、僕の中ではね。私もあんまり残ってないんだよね。ですね。あのイメージというか絵は知ってるんだけど、だね、はい、で、9位に男はつらいよがもうどれだか分かりゃしないんですけどね。いやもう何作目なんだろうね、46作目。まだ多分厚見さんは元気だったんですかね。僕はいつ頃亡くなったのか分かんないですけど。そうですね、多分おそらくちょっと男はつらいよ開きましたけれど、まあでもコンスタントに興収は上げてるんですね、やっぱりね。そうですね、すごいですよね。でその下があなたの好きなドラゴンボールですね。危険な二人、超戦士は眠れない。これがブロリーの一作目、違う、二作目だかな。なるほどね、人気ありますよねブロリー。私ね、ほんと申し訳ないんだけどブロリー全然好きじゃなくて。ああ、なるほどね、はい、そうなんですよね。あ、僕もあんま興味ないですね、この話も見はしましたけど、あれです、ご飯が主役、どっちかって言ったらドロドロになっちゃってるのは3作目だっけ。3作目です。あー、なるほどね、なんで悟空ほぼほぼ出てこないんで、なので私ほとんど印象ないですね。なるほどね、まあそんなもんでいいですかね。はい、じゃ次行きましょうか。はい、まあ、その辺はいいですわ。これはいいですか？はい。外国の興行ランキングもとりあえず飛ばしちゃって、はい。まあ、この年の日本公開映画に戻りましょう。はい。はい。ここからね、日本公開映画、1994年の日本公開映画っていう項目に飛んでください。はい。はい、1月。はい。殺人、イギリス。知らない。恋の黄昏、日本。知らない。ジャッジメントナイト、アメリカ。最高作ですね。素晴らしい映画ですよ。あ、そうなの？はい。これ、スティーブン・ホプキンスですね。これ、本当にいい映画ですね。これね、みんなでね、キャンピングカーに乗って、フットボールの試合見に行くぜって、こう、家庭を持ってるお兄ちゃん、おじさんたちが集まって、行くんだけど、はい、道に迷っちゃって、スラムに迷い込んだら、殺人を目撃しちゃって、その、敵のギャングから一晩中追っかけ回されるっていう映画ですね。かわいそうすぎる。主役がね、エミリオ・エステベスですね。あ、そうなんだ。はい。これはやっぱなんかこう、なんだろう。とにかくあがいて生き残るっていうことにかける男たちの話っていうか。かっこ悪いヒーローの話で、僕は好きですね。で、敵のギャングのボスもね、この頃よく映画に出てた、デニス・リアリーっていう俳優さんがいるんですけど、はい、がやっててね、ニヤニヤしながら人を殺してきて非常にかっこよかったですね。ぜひ見てほしいですね。これで結構メジャーになって、スティーブン・ホプキンスが。これからだと大作を何本か撮るんですけど、大作は馬が合わなかったんですかね。結構あっという間に沈んだ感じですね。そっか。はい。はい。次、心のままにってどんな映画でしたっけ？心のまま。同じようなタイトル多くてね。マイク・フィギス。あ、これあれかな？リチャード・ギアのやつかな。躁うつ病患者ジョーンズ氏と女性精神科医との恋を描いた作品。そうですね、リチャード・ギアのやつですね。
マイク・フィギスという監督さん、優秀な監督なんですけど、あんまりハリウッドには合ってなかったんですよね。うん、あと、ハネムーンは命がけも、まあ、あんまり興味ないかな。その下ですよ、うん、サンドロット。僕らがいた夏、うん。もう僕の激推しの映画ですよ、ね。はい、もうね、聞きましたよね。はい。はい、これあの草野球っていうかね、こう近所で友達と野球するのに、うん、お父さんが大事にしてたサインボール持ってっちゃったら、うん、それをホームラン打ったらすげえ怖いうちの中に入っちゃってなんとか取り戻そうとする話ですね。いいですね。俺この映画大好きですね、うん、なんで DVD とかが出ないもんですかね。どうしてなんですかね。はい、ぜひ出してほしいです。だってちゃんとねリンクもあって詳細もあるんだよ、ウィキペディアにも。すごくいい映画ですね。僕この映画大好きなんですよね。ぜひ出してほしいですね。はい、あとは極妻、惚れたら地獄もうどれだかまだ岩下志麻さんなんだろうか。ああ、岩下志麻さんだな。でも間に挟んでんじゃないの、志麻の間に。ああそうなのかな、うん、多分戸明幸男とかさ、ああそういうなんかあの辺挟んでたよね。そうなんかな。はい、で次22日トゥルーロマンス。トゥルーロマンス、いい映画ですね。僕この映画も映画館で見ましたね、うん、あれですね、脚本がタランティーノで監督がトニー・スコットの。うーん、そうなんだ。で主演があいつですね、あいつ最近沈んだあいつ、クリスチャン・スレーター。最近沈んだ言い方よ。クリスチャン・スレーターで、ヒロインが、パトリシア・アークエットって、あんまりメジャーにならなかったですけど、うん、お姉さんがロザンナ・アークエットっていう有名な女優さんなんですよね、はい、の妹さんですね。うーん、これすごくいい映画でしたね。うーん、なんだろう、タランティーノのさ、タランティーノ一色だとさ、うん、辛い時あるじゃん。タランティーノ感が強すぎると、はいはいはい、それをなんか映像派のトニー・スコットが監督したことによって、うん、いい具合になった映画っていうか。あー、なるほど。この映画すごく好きでしたね。はい、でその下がエイジ・オブ・イノセンス、これもヒットしましたね。でも僕はあんまり興味ないですね、うん、その下がハード・ターゲット、はいはい、ジャン・クロード・バンダムですね、うん、そうですね、バンダミング・アクションですよ。そうですね、はい、なんだかわかんないけど、うんうんうん、これも映画館で見ましたね。うーん、人間狩りをしてる会社のやつらと戦う話。ああ、はいはいはい、私もしかして見たかも。あの敵のボスがランス・ヘンリクセンで、うんうんうん、トンプソン・コンテンダーを使うんですよね、銃の名前なんですけど。はいはいはい、あの単発式のね、中折れの、うんうん、はい、かっこよかったですね。見ました見ました見ましたよ。ランス・ヘンリクセン大好きじゃないですか。うん、そうですね、はい、至福の時間でしたよね。非常に良かったと思います、うんうんうん、この頃この人間狩り系の映画流行ったんですよね。ハードターゲットの他にもサバイビングゲームとかあったりして、両方とも映画館で見ましたけど、そっちはね、あの敵のボスがね、ルトガー・ハウアーだったんですよ。で、そうなんだ。だからもうね、映画はまあどっちもそこそこぐらいですけど、うんうん、まあ幸せな時間でしたね。はい、はい、でもその下とりあえず飛ばしてって、はい、2月11日、うん、デモリッションマン、うん、はい、デモリッションマンね、うん、あのスタローンですよね、はい、あのスタローンとウェズリー・スナイプスが冷凍系かなんかにされちゃって、うん、未来で目覚めて戦うって話ですね、うんうん、はいはい、これ最初ね、あの映画館でね、予告編がかかってたんですよ、他の映画見に行った時。あ、そうなんだ。で最初の冒頭のシーンで、うん、ウェズリー・スナイプスが暴れてるところにヘリからスタローンが降下するときに、うん、セリフを言ってからバッて飛び出すシーンがあるんですけど、うん、そこの字幕がね、なんか異常者には異常者をって言ってたんですよ。おう、どうかなと思って、自分のことを異常者というのはどうかな君はと思って、うん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 、たんですけど、映画館に見に行ったらね、うん、毒には毒王に変わってて、あ、なるほど、あ、うまいことやるもんだなと思ったっていう記憶しかないです。ちなみにこの作品で、レジスタンス、地下に住んでるレジスタンスが出てくるんですけど、はい、それのリーダーをやってたのも、さっきあのジャッジメントナイトの時に言った、うん、デニス・リアリーですね。へー、はい、だこの時ね、結構なんか急に露出してたんですよね、あの人ね。はい、あ、恋愛の法則知らない、うん、ティックス、いい映画ですね。うん、あとはさらば我が愛覇王ベッキですね、はい、これはまあ特筆すべき作品と言っていいでしょうね、うん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 、いい映画でしたけど、はい、うん、ただチャン・カイコーっていう人がここで終わったのではと個人的には思っていますね。そっか、はい、うん、なんかこの頃中国ニューウェーブの人たちの頂点というか、うん、が
立て続けにあって、ここからみんな少しずつ変わっていくなっていう頃合いのとこですね。はい。で、19日ボビーフィッシャーを探して、はい、もういい映画ですね。ただみんな的に有名なのはクールランニングですかね。そうだね、あのジャマイカのボブスレーチームの話ですね。はい。あ、でもピアノレッスンとかも、ああ、ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんですね。結構話題になりましたよね。あとは僕的には張り込みプラス。張り込みプラス？はい。張り込みプラスって何ですかって思うでしょ？はい。張り込みって映画があったんですよ。うん、の続編です。ああ、なるほど、そのプラスね、はい。はいはいはい。これ期待したんですよね。うん、張り込みがすごく良かったんで。うんうんうん。監督がジョン・パダムというですね、僕がものすごく信用していた監督だったんですけど、はい、この辺からおかしくなってきた。やっぱりどうしてもその長いこと映画監督を信用して追ってると、うん、あれあれっていうタイミングがやってくるんですよ。どうしてもやっぱ年齢なんですかね、うん、そう、張り込みプラスでんって思い始めたところから、やっぱりちょっとそれからとはちょっとあんまりいただけない映画が増えたなっていう感じですね、うんうんうん、はい、なるほどね、ですです、はいはい。あとは昔の今日から俺はが公開してますね。今日から俺はってあの今日から俺はなの？あの今日から俺はです。30年前にやってたんだ。やってました、やってました。はははははは。はい。ちょっと見てもいい？どうぞ。誰がやってんの？もう僕名前も思い出せない人たちですね。三橋隆さん。三橋隆さんを演じるにあたって芸名を三橋隆さんにした人です。あ、そういうこと？あれと一緒ですよ、湘南爆走族の江口洋介役を江口洋介さんがやったみたいな。あー、へーことですね、はい、んあんまり知らんのですけどね、この人たちのこと。そうだね、はい、ただ見た記憶はあります。うーん、あ、ほんと、はい、へー、まあいいや、ね、あと24日エルマリアッチですよ。はい、エルマリアッチわかります？知らない。デスペラードです。デスペラードの元ネタというか一作目ですね。そうなの？はい。え、バンデラス？じゃあ違うんですよ。あ、違うの？エルマリアッチっていう作品は、うん、ロバート・ロドリゲスが、うん、すごい低予算で撮って、もう音とかもあと全部で吹き替えとかも効果音とかも入れなきゃいけないぐらい録音機材もないような状態で撮った映画を公開して大ヒットしたのがエルマリアッチなんですね。へー、うん、これで名声を得て、うん、これを焼き直しというか、まあほとんど焼き直しに近いリメイクに近い2作目がデスペラード、うん、そうなんだ。あそこから予算がバーンと増えてバンデラスとかサルマハイクとかが使えるようになった。あ、そうなんだ。へ、そうですね、だからすごくなんだろう、アメリカンドリームを掴んだ映画ですね。うん、なるほど、はい、いい映画ですね。で26日がシンドラーのリスト、先ほど話しましたね、はい、あとゲッタウェイ、うん、ゲッタウェイはですね、リメイク版なんですね。もともとはスティーブ・マックイーンの名作ですね、うんうん、全然良くなかったびっくりするぐらい。そっか、なんで作ったんだよと思って、ちょっと俺頭きちゃって映画館から帰るとき若干不機嫌だったですね。あ、そう、はい、うん。その下マイライフですよ、うんうん、マイライフ開いてください。はい、はい、マイライフ、はい、マイケル・キートンとニコール・キットマンの映画、はいはいはい、これあのね、難病ものですね、要はね。あ、うんうん、こういう映画ってね、ヒットしないのが分かってるのに、うん、作られるんですよね、うん、よかったですよ、でも映画としてはね。わ、うん、かるよ、わかります、わかる、はい、すごくわかる。で27日はゴダールの映画史、どうでもいいですね、うん、3月コーンヘッツですね。ダン・エイクロイドだよね、あのサタデーナイトライブのコーナーから映画になるの流行ってたんですよ。うん、結構いっぱいあるんですよ。ブルース・ブラザーズってあるじゃない、うん、あれもそうなんだけど、うんうん、ああいう流れでね、うん、できた映画ですね。へー、はい。あとは、11日、我が人生最悪の時。これあれですね、探偵ハンマーマイクシリーズですね。あの、長瀬正敏の。はい、監督が林海蔵ですよね、はいはい。林海蔵という人はすごく、なんかね、カリスマのように見られて、いろんな人が林海蔵のことを手伝うじゃないですか。林海蔵が作った映画が面白かったことが一度もないんですけど、なんでなんですかね。ハンマーマイクでも好きな、こういた私の友達とかにも。ジパンクとかの監督ですよ。あとキャッツアイ。俺ね、この人に本当に才能があるのかどうかがずっとわからないんですけど、ずっと映画を撮ってるし、なんかすごくずっとなんかみんなが手伝い、みんなが崇めてるのが
ちょっとわからない。なんでなんだろう。ですよね。この映画も別に面白くなかったです。はい。あとは三重士、うん。これあれですね。新しいやつなんで、うん、主役が多分クリス・オドネルで、うん、で、キーファー・サザーランドが出てるやつですね。はい、三重士をチャーリー・シーンとキーファー・サザーランドとオリバー・プラットがやってるやつですね。この映画すごく良かったんですけど、うん、特筆すべきはですね、うん、敵の役をやってるのがですね、マイケル・ウィンコットというですね、はい、僕のすごく推してるスターなんですね、はい、うん、かっこいいんですよ。あ、はい、かっこいいんだ。かっこいいんですよ。特筆、これザ・クローの敵をやってる人と同じ人なんですけど。ああ、そうなんだね、はい、へこの人を見るためだけに僕はこの映画を見に行きましたね。あ、ほんと、はい、へで、その下がシュートですね、日本の映画。あ、これスマップのやつ。そうです。僕があの舞台挨拶の時にね、裏方で入ってたやつ。シュート？はい。へえ。サッカー好きか、有名なね。そうですね。はい、久保先輩でしたっけ。そうですね。そんなに良くはないですね、この映画はね。うん、まあ、アイドル映画だね。あとはベートーベン、ワンちゃんの映画ね。うん。2だわ。そうですね。うん、まあ、その辺もまあいいかな。はい。あとはね、だいぶ飛んでいって、でポエティックジャスティスですね、19日公開の映画。これあれですね、ジャネット・ジャクソンが初主演した映画で、うん、なんかなんでこういう映画作るんでしょうねって。あグリッター的な映画ですよね。はい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 。あ、なるほどなるほど。あ、わかりやすい。グリッター的な映画ですよね、はい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 、定期的に作るなっていう、うんうん、でね、スターの人たちもほら酷評されるんだからさ、うん、出なきゃいいじゃん、うん、ね、もうこんなのに出なくたってもうすでに成功ね、出なきゃいいじゃんって思うんですよね。なんで やりたいのかな、不思議ですね、うん、はい。で26日がジョイラッククラブ。これ結構硬派な映画ですね。ベトナムとかがちょっと関係してくる映画なんですけど、うん、まあ見てみてもいいかなぐらいの、うん、オリバーストーンじゃなかったかな確か。まあただオリバーストーンってちょっとねあんま好きな監督じゃないんですけどその下ですよ、必殺処刑コップ、はい、これ好きこれ好きです、はい、結構これも実は硬派な映画で、うん、なんだろう、警察の中にある汚職と戦うジャーナリストの話みたいなやつですね。あ、そうなんだ、はい、うん、ですね。んで、ヘルハウンド、地獄のヒーロー。ヘルハウンド、あ、これか。はい。ですね。うん。3だよ。はい。それね、3って書いてあるじゃないですか。うん。3じゃないんですよね。どういうこと？はい。でね、5ですね。え、どういうこと？記述が間違ってると思いますよ、ね。あ、そうなの？はい。間違ってんの？このヘルハウンド、地獄のヒーロー5っていうのは、チャック・ノリスが、うん、蘇った悪魔と戦う話ですね。あ、もう面白そう。そうでしょ、面白かったです、はい、うん、もうひたすら殴って蹴って、うん、悪魔を殴って蹴ってする映画ですね。意外と良かったですよ、うん、はい、うんうん、楽しめる映画だと思うんで、ぜひよかったら見てください、はい、リンクないんだな。ないですね、残念ながら。4月でほら、4月のね、はい、8日トラウマ鮮血の叫び、はい、はいはい、来た、はい、これあれですね、ダリオ・アルジェントの、はい、この間話しましたね、うんうん、あの自分の娘のアーシア・アルジェントを主人公にして撮った映画ですね、はいはい、この辺はまだね、冴え渡ってたんですよね。でやっぱりね、この辺からなんかこの人、娘の扱いすごいなって思って言い始めた映画ですね、はい、でミセス・ダウト挟んで、はい、アブリ・オールドマン、さくら、夏の、うん、には知らないですね。悠々白書の劇場版とかがある頃だから、悠々白書がやってる頃だったんだね。かな、うん。あと危険な遊び、これマコーレー・カルキンとイライジャ・ウッドの、ああはいはいはい、映画ですね、うんうんうん、あのマコーレーが殺人鬼のガキで、うん、それをなんとかしようとする子供がイライジャ・ウッドね、はい、うんうん、2人ともうまかったですね。やっぱりうまいんだなと思いました。いや、あの2人は別格っすよ、うん、ほんと子役の2人はですね、はい、はい。でその下にある父の祈りを、はい、これはあれですね、何でしたっけあの人、名前出てこないな最近全然あの人、ダニエル・デイ・ルイス。ダニエル・デイ・ルイスがまた評価を一段と高めた映画ですね。この人はですね、結構名優で若い頃からいろんな映画出てるんですけど、マイ・ビューティフル・ランドレットとか、うん、まあ、あとラスト・オブ・モヒカンとかね、うんうんうん、映画出る時にね、もう完全にのめり込んじゃうタイプの人で、うん、だからもう一本映画出ると 4,5 年間空けないと次の役に行けないんですよ、だからラスト・オブ・モヒカンなんかの時にはもう本当にもうモヒカン族の話なんで、うんうん、もう山奥に
何も家とかがあるわけじゃないのに住んじゃって、うん、何も文明のもの持っていかないで木とかだけで火を起こしたりして生活したりとかしながら、もう本当にその生活になりきって役に挑むタイプの人で、でね、それがもう過ぎちゃって疲れても来たんでしょうね、うんうんうん、時々引退するんですよね、うんうん、で靴職人になったりとかいろいろするんですけど、うん、もうとにかく名優なんでオファーがひっきりなしなんですよ、うんうん、今も引退中なんですけど、うん、5、6年したら1回戻ってくんじゃないかなって思ってます。本当ですか、うん、でもまあそれが最終作じゃないかなと思いますね。あのほらギャングオブニューヨークって映画あったでしょ、ディカプリオの、はい、うん、あれでほら肉屋のボブでしたっけで、ね、仇の、はあ、ディカプリオのお父さんがあのなんか殺人神父みたいな方のやつ、 あれを倒した方のね、うんうん、をやってた人ですね。へー、やっぱりあの映画ちょっと部が悪かったですよね、ディカプリオはね。やっぱりダニエル・デイ・ルイスと共演するのって結構厳しいと思いますね。うん、はい。ですね。で、あとフィラデルフィア。はい。これあれですね、トム・ハンクスとデンゼル・ワシントンのなんかエイズかなんかの裁判の映画ですよね。うん、で、その下が名作ですね、カリートの道。うん、これアルパチーノですね。アルパチーノで監督がブライアン・デ・パルマの。これからあとなんかね、これ随分フランチャイズが広がってテレビシリーズになったりとかいろいろしたんだよね。そうなんだ、うん、でその下が M バタフライですね、はい、デビッド・クローネンバーグで主演がジョン・ローンですね。うん、あ、そうなんだ。これ蝶々夫人の本案なんですけど、はいはいはい、実は男だったっていう、映画なんですけど、うん、これも映画館に見に行きましたよ。うん、ただジョン・ローンがね、女装しても全然女の人に見えなくてうん、うん、なんかほらわかるじゃん、なんか綺麗になりそうなのにやったらなんなかったのってさ、ほら、うんうんうん、アンセンデッドエンドの時のアンディ・ラウだっけ、うん、もうさ、なんかあんな綺麗な顔してるのにさ、女装全然似合わなかったじゃん。そうね、あんな感じになっちゃっててね。あ、なるほど。今一つのめり込まなかったですね。あ、そうなんだ。でジョン・ローンっていう人はすごくいい俳優さんだったんですけど、うん、今は完全に引退してます。あ、引退してんの。はい、まあ結構ハリウッドの方で仕事もしてたんですよね、いろんな映画に出て、うん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 、ただちょっと中国の方に帰ったら、あ、やっぱ自分のルーツここにあるのかなと思って、うん、中国の方に行って中国で成功しようとしたんですけど、うん、まあ金持ちでね、ハリウッドで成功したやつが来やがって、なんだこいつはみたいな言われのないバッシングで、あいつはなんかどうせギャラも高いし、きっとハリウッドから来たから態度も悪いんだみたいな、言われのないことを言われてですね、中国で全然成功できなくて、うん、で孤児なんですね、ジョン・ローンっていう人は。あ、そうなの。もともとは、うん、ですごく苦労した人で、うん、で孤児をね養子にすると助成金がもらえるんですよ、うん、で助成金欲しさに引き取られまして、うん、すごい虐待されながら育ったんですよ、だけど晩年はその偽物のお母さんですよね、うん、虐待してたお母さんが年を取ったら、うん、その人の介護をしてですね、暮らしまして、で今はね、いろんな学校に寄付とかしながら、うん、ひっそりと暮らしています。なんか幸せになってほしいんだけどまあ本人的には幸せなんじゃないですか、うん、だったらいい、うん、だったらいいけどね。まあ、僕はジョン・ローンすごく好きな俳優だったんで、うん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 、まあでもこういう人たちはね、とにかく作品は残るので、うん、いつでも見ることができるっていうのは映画の素晴らしいところですね、うんうん、そうですね、ですね、はい、はい、あとはそうだな、ペリカン文章、はいはい、ジュリア・ロバーツですね、うん、これも結構ヒットしましたよね。この頃はなんかこの原作者名前忘れたけど、こいつのやつ当たってましたよね、こいつのやつ、うん、依頼人とかもそうだし、あ、そうなんだ、うん、なんかね、そうそう、ジョン・グリシャムだっけ、そう、当たってましたね。うん、あんまり面白くなかったですけどね、うん、あとキリング・ゾーイですね、うん、これあれですね、なんでしたっけ、あいつリュック・ベッソンの盟友みたいな人がいるんですけど、はい、その人が初監督をした作品で、うん、結構注目されたんですけど、うんうん、全然面白くなかった、うん、あ、そう。ただ出てる俳優さんの演技は一個一個が素晴らしかったので、うん、なんか難しいところですね。エリック・ストルツとか出てたのかな、あとジャン・ユーグ・アングラードとか、うん、よかったんでね、うん、なんかなんとかならなかったのかなと思って歯がゆい思いをした記憶がありますねあ、そう、はい、うん、なんかこの辺あれだね、昔の映画がリバイバルで公開されてるんだね。なんか50年代ぐらいの映画が多いですね。あ、そうなの、うん、うーん、まあそれと そんなのも公開に入っちゃうんだ。まあまあ帰りますよ全然。うん、あと5月の
7日、時の翼に乗って、ファラウェイ・ソー・クローズ。これはあれですね、ビム・ベンダースのドイツ三部作の3作目にあたりますね。うん、これもいい映画なんで見てほしいです。うん、まあ、バーッと飛ばしていきましょう。行きましょう。リトル・ブッドありましたね。リトル・ブッドあったね。で、その下の21日のカレンダーがある。これはですね、あれです。あの、ビバリー・ヒルズ高校白書の主役やってたジェイソン・プリューストリーの初主演作ですね。うん、まあ、どうでもいいですね。あと、雲女。これいい映画ですね。はい、そうなの？ロイ・シャイダーが出てます。へぇ、はい、で、あと、ジェロニモ。その下のジェロニモが、俺の好きな、はい、あいつです。何でしたっけ。ウォルター・ヒルが監督した映画ですね。うん、ただ、この辺からウォルター・ヒルはだいぶまずいです。あ、そうなんだ。はい、で、沈黙の要塞。セガさんですよ。セガさん。止まると思ったもん。セガさんですね。はい。これ悪役がですね、マイケル・ケインだったやつですね。はい、うんうん、確かね。はい。で、その下、トゥームストーン。トゥームストーン。これさっきほら、カーク・ダグラスの時に、じゃねえ、バート・ランカスターの話した時にさ、OK 牧場の決闘の話したでしょ？はい。これも OK 牧場の決闘の話ですね。あ、そうなの？この時 OK 牧場の決闘の話というか、ワイアット・アープ関係が盛り上がってたんですよ。ほら、ケビン・コスナーのワイアット・アープがあったのと同じ頃なんですね。うんうん、同じ頃に、トゥームストーンっていう映画も公開されて、こっちの方の監督は、あれです。カサンドラ・クロスと同じ監督さんですね。ジョルジュ・パン・コスマトスが監督してた映画ですね。評価そこそこ高いです。で、見てください。6月3日。え？はい。ピカソ・トリガー、エネミー・コールド・指令。何これ？アンディ・シダリスですよ。おー、へー。劇場公開されてるんですね。はい。ですね。で、その2つ下のね、殺人核弾頭、キング・コブラ。はい。これはですね、ロレンツォ・ラマスが主演のですね、アクション映画で、うん、監督がティポー・タカックスっていう、結構ホラーで有名な監督さんなんですけど、うん、なんかね、まあ畑違いでした。そうなんだ。ですね。で、撮られてたまるかね、日本映画。これ、うん、さんまちゃんでしたっけね。全然わかんない。確かね。うん、で、その下、カリフォルニア。これ、ブラッド・ピットが殺人鬼のやつ。あ、そうなんだ。ですね。へぇ。覚えてませんかね。全然覚えてない。まあまあ面白かったですね。うん、あとはまあ大ヒット作が来ますね、その下にね。はい、天使にラブソングを。うんうん、2。あ、本当は2だ。はい。ですね。うんうん、まあ、1も2もどっちもなんてことはない映画なんですけど、2はですね、監督をしてるのがビル・デュークという俳優さんなんですね。で、この人どんな映画に出てたのかっていうといっぱい出てるんですけど、うん、有名なのが、すぐ頭に思い浮かぶでしょうっていうのが、プレデターの、うん、あの黒人の傭兵いたの覚えてます？うん、あのなんか背後に潜んでハサミ撃ちにするぜみたいに言ったらなんか、うん、こう頭ブチュンってやられちゃった、うんうん、あの人がビル・デュークです。あー、そうなんだ、はい、この頃なんかビル・デュークね、監督作結構あったんですよね。うーん、なんでだかわかんないんですけど、監督したかったのかな、わかんないですね。うん、なんかね、その辺の事情って不思議ですけど、うんうん、あとはメジャーリーグ2ですね。ね、はい、うんうん、メジャーリーグシリーズは基本的に好きですね、全部。3って結構敬遠されがちですけど、3も好きです。うん、あ、そうなんだ。で、2はね、あの、石橋貴明さんが出て盛り上がってましたね、うんうんうん。そうですね。いい役でしたよね、あの役ね。そうなんだ。すごく盛り上がるいい役だった。私、メジャーリーグ見てないんです、ね。本当うん。よかったよ。そうなんだ。うん、で、バッと下に行って、はい、バットル・テナント、ケージとドラッグとキリスト。はい。これって俺が思ってる方なのかな、リメイクがあるんですけど。あ、そうなの？あの薄らはげの人の、あ、ね、俺が思ってる方ですね、ハーベイ・カイテルの方ですね。でも、うん、この映画すごい好きですね。うん、でもう一つあのね、あの薄らはげの人、誰よ誰よ、あのほらあれよ、ナショナルトレジャーとかのコッポラの甥っ子の日本人とこの間結婚したニコラス・ケイジ、ニコラス・ケイジでリメイクされてますね。言い方、そっちは全然どうでもいいです、うん、はい。でほら7月に入るとね、ワイヤーターも公開されてるでしょ。あ、本当だ、これすごい長かった。あ、めっちゃ長くて、うん、辛かった、辛かった。映画はね、美しかったです。監督がローレンス・カスダンっていう僕の好きな監督さんなんですけど、うんうん、まあでも西部劇に合ってるのかどうかちょっと分かんなかったな。んで、まあ、その下の方に行くと、マイガール2がありますね。はいはい。はい。あの、マコーレー・カルキンのね、うんうん、大ヒット作。うん、あの女の子、何でしたっけ、アンナ・クラムスキーだっけ、
あの子ね、これ以降全然女優やってないですね。うーん、ワンの時にね、マコーレがほら蜂に刺されて死んじゃうっていうね、はい、うんうん、悲しい話、うん、そうね、ですね、はい、でそれから下に行って何かあるかな。画廊伝説ザモーションピクチャーがありますね。あー、来た来た、はい、これこれ、続き絶望頼む、画廊伝ね、これ面白かったですね本当に、はい、でライオンキングがあって、はい、あとはフリントストーン、あ、見てください、ポリスアカデミー94モスクワ大作戦これが現在のところのポリスアカデミーの最終作、うんになりますね。ふんふん、僕ポリスアカデミーって大好きなんですね、うんうん、はい、ポリスアカデミーが大好きっている時点で映画好きからはあんって思われがちなんですけど、思ってもらって結構です、はい、こんな面白いことはないので、うん、ですね、はい、まあ、やっぱり最初の頃の方が面白かったですけど、うん、この頃も面白かったですよ、うんうん、嫌いじゃないです、うん、ぜひ見てください、はい、お正月はね通してみてくださいでほら8月に入るとストリートファイター2ムービーが入ってくるじゃないですか。あ、でね、前話したんですけど、で13日にほらマーベリックが公開されてるでしょ、はい、僕はマーベリックを見に行ったんですよ、まず映画館に、はい、午前中にね、うん、見たんですよ、うん、あ、まあまあだったなと思って、うんうん、でまあ午後の約束の時間までにまだね、うん、時間があったんで、うん、もう一本映画見ようと思った時に、うん、はい、あのガロデンと迷ってスト2見ちゃったんですよね。あ、なるほど。でまあスト2見た後にですね、抜け殻のみたいになってですね映画館を出てですね心ここにあらずで仕事をこなしたんですけどまああの時僕はね、後でね、うん、画廊伝説スペシャルを見て、うん、こっち見ればよかったなって思ったっていう、本当にそうだったねはい、っていうやつですね。そうだね。でほらギルバート・グレイブですね。あ、来たよ。ここからディカプリオが、はい、のしてくるっていうやつですね。まあ、確かに素晴らしかったです、はい、ただ主役はジョニー・デップの方ですね。まあそうなんだけどね。でその下がほらサバイビングゲーム、これがあのルトガー・ハウアーがあの悪役の方の人狩りの話ですね。あー、へえ、これなんだ、はい、うんうん、映画は全然良くなかったですけど、うん、ルトガー・ハウアーは全然かっこよかったです、うんうん、もうそれだけでいいです、うん、十分十二分です、うんうん、ですね。はい、でほら見てください、9月2日ピカソトリガーダラスコネクションちょっと待って、アンディ・シダリスですよこの頃いかにみんながアンディ・シダリスを追っていたのかがわかるでしょ。もう金髪のお姉ちゃんとアンディ・シダリスですよ。はい、来ましたね爆発で、それからあとですね、3日の一番下にメイン・オブ・ウォーっていう映画がありますね。はい、これはですねドルフ・ラングレンの映画です。へえ、傭兵の映画なんですけど、うん、これですね監督じゃねえや、脚本かな、脚本がジョン・セイルズなんですよね、うん、ジョン・セイルズって結構インディーズ派では有名な人で、うん、結構ねちょっと毛色の違う感じのアクション映画で、うん、意外と一見の価値がある映画なんで、うん、ぜひ見てほしいですね、うんうん、でその下行ってトゥルーライズがあって、はいはい、ノストラダムス戦慄の啓示なんなんこの映画ありますね、うん、はい、でブロンドの標的、これアンナ・ニコル・スミスかな多分、うん、亡くなりましたけどね、がーっとあって、で17日に僕の敬愛するクロー飛翔伝説が、はいはい、いよいよ公開されたわけですよ。なるほど、ブランドン・リー、ここか、ブランドン・リー唯一のハリウッドメジャー主演作ですね。うん、はい、うん、まあスター誕生の映画になるはずだったんですが、これの撮影中に若くして、はい、命を落とすことになりました、うん、この映画すごくいい映画で、原作のコミックスも僕すごく好きなんですけど、うん、漫画とは全然違ったテイストで非常に美しい映画ですね、うん、でこれの敵役をやってるのがさっき言ったマイケル・ウィニコットですね、うんうん、素晴らしかったです、ぜひ見てほしいですね、うんうん、はい、でその下に行くとビバリーヒルズコップ3最低作ですねが公開されるわけです、はい、これで決定的に評価を落としてしまってシリーズは終結するんですけど、うん、今年ビバリーヒューズコップアクセルフォーリー4作目がですね、はい、ネットフリックスで配信されると。でもその下の方に行ってもらって、あと何かあるかな、パルプフィクションですね。あー、なるほど、こういうところに来るんですね。10月の8日公開ですね、うん、タランティーノ、はい、カンヌでグランプリを取った作品ですね、うん、依頼人もあるよ、ありますけどね。まあ喋りたい？うん、いい。大丈夫？うん、はい。ですね。これやっぱいろんな作品ある中でパルフィクションってやっぱ時系列の描き方が特徴的だったんで、うんうん、タランティーノが出始めの頃なんで、うん、すごく新鮮ではありましたね。うん、はい。でその下にフォーウェディングね。
あ、フォーウェディング、はい、私結構好き、これ俺も好きですね。ヒューグラントのね、うんうん、ヒューグラントがね好きなんだよね。わかりますよ。でその下、ワンスアポンアタイムインチャイナ、はい、来ましたね、はいはい、リー・リンチェイ、現ジェットリーのですね、フォン・フェイ・フォンシリーズですね、はいはい、1作目じゃないかな確か。あ、それがそうなんだ、はい、ここが1作目かですね、うん、でバーッと下に行くとエース・ベンチュラーがありますね。これはですね、ジムキャリーの主演作です。ペット探偵の話ですね。あ、そうなんだ、はい、これも映画館で見ました。映画はね面白くはなかったけど、うん、やっぱりジムキャリーっていう人への注目度はすごく高まりました。この後ねマスクでドーンときましたね。あ、なるほどね、はい、うん、ですね。で下行ってもらって、日本映画なかなか触れるものがないですね。そうね、見てください、ルドガーハウアー処刑脱獄がありますね、22日。これルトガハウアーがね、制作総指揮かなんかも務めた映画で、なんか雪山の方を舞台にした映画なんですけど、うん、映画は別に面白くないですけど、うん、ルトガハウアーはかっこいいです。見てください。ですね、うんうん。はい。まあ、あんまりこの年それほどのね、大玉じゃないのかなっていう気はするな。うん、これだみたいなのあんま、パッとね、見えませんね。そうですね。はい。バーッと下がっていくと、ナイトヘッド劇場版ナイトヘッド劇場版とかの頃なんだね。ねえ、30年前か、そっか。で12日に公開されてるシャドウという映画、これ11月だな、うん、11月12日のシャドウっていう映画は、あのダリオ・アルジェントのシャドウではおそらくなくて、うん、さっき言ったジョン・ローンも出てますけど、うん、アメコミの映画化の方だと思いますね。あ、そうなの、うん、ナハとハードロックがハイジャックとかがあって、でバラの素顔なんかがあって、もっと言っちゃいましょうか、はいはい、ネイビーフォーステロリスト壊滅作戦ありますね。これマイケルパレです。あ、そうなんだ。マイケルパレとジャン・マイケル・ヴィンセントの共演作ですね。なんだって。はい。で、敵のボスがビリードラゴっていう夢の作品、え、見る見るですね。見たい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 、もう見たい。ぜひ皆さんも、なんとかしてみてください。なんとかしたい、はい、リンクすらない。では下行きましょうか、はいはい、インタビューウィズヴァンパイア12月10日、はい、レスタド第1作目ですね、はい、いい映画ですけど、うん、僕はそれよりも下にあるですね、うん、ゴッドアーミー悪の天使、はい、こちらを押したい。あ、こっち、はい、うん、これは天使ガブリエルが地上に落とされて、うん、地上で最終戦争を仕掛けるっていう話なんですけど、はいはい、ガブリエルをやってるのがクリストファー・ウォーケンで、うん、まあかっこよかったですね。ちなみにこれ3部作です。お、はい、そうなんだ。ですね、これが1作目に当たりますね。こんなん絶対かっこいいやつじゃん。天使座りっていう座り方があってね、うん、あのただの、まあ、うんこ座りではあるんですけど、はい、消火栓の上とかにピタンってなって座ってる、うん、あ、なるほどなるほど。はい、有名なやつですね。これもぜひね見てほしいですね、うん、シリーズ通して見なくてもまあいいんですけど、うん、通してみると最後まで結末が分かって気持ちはいいかなと思います。なるほどね。1本目はこれはもう必見だと思ってますね。へー、はい、あとはそうだな、リアリティバイスとかもあるけど、ザッツエンターテイメントパート3、すごいですね。何これ。そしてネバーエンディングストーリー3。あ、出た出た、すごいですね。はい、なるほど。あとはジュニア、シュワルツェネッガーですね。はい、シュワちゃんが妊娠するやつね。あとはスウォーズマンが公開されてますね。スウォーズマン女神伝説のショー、転生のショーの前かな、これが香港映画ですね、うんうんうん、この頃香港映画の、ね、勢い良かったですね、うんうんうん、その下の月せぬ思い、これ素晴らしくいい映画なんですよ。あ、そうなんだ、はい、うん、これあれですね、ラウチンワンですよね、主演が多分ね。はい、ぜひ見てほしいですね、うん、香港映画がやっぱりちょっと元気がいい頃かな。そうですね、結構公開されてる、ね、香港の、うん、映画で来てますね。ですね、うん、っていう1年でしたっていう話ですね、はい、ただ94年ともなると、うん、やっぱり前の幻の湖のようなね、うん、どうしたんだおいみたいな、こう歴史に語り継がれるような作品は出てこないですね。幻の湖はあれは特殊だったんじゃない。いや本当にあんなわけわかんない映画見たことないんで。びっくりしました。話の内容説明できないですもん。だってでも聞いてもわかんなかったし、宇宙空間に笛を置くっていう
何それみたいなね。どう混乱したら、現場が混乱したらそんな映画になるんだろうな。ね、変わった映画でしたね。あれで正解だったんだろうか、撮った人はさ。まあ干されたから正解じゃなかったんだろうね。あ、なんか、まあ、そんなわけで、はい、94年の映画を振り返ってみました。はい、30年前でしたけれども。そうですね、はい、まあ来年はまた違った時代を振り返ってみようかと思うんですけど、うん、やっぱり映画業界って変わってきてるんだなという気はしますね。10年経つとって感じしますよね、うんうん、ですね、はい。まあこの辺になると僕の知識もだんだん浅くなってきます。あ、はい、でもなんか心に残ってないんですよ。見てはいるんですけど、うん、見たやつだなーみたいな、なんだっけこれみたいなのになってくるんでね、うんうんうん、はいはい。まあ来年はもうちょっと映画の話できるといいなと思ってるんで、来年、今年か、はい、今年はいっぱい喋りたいなと思ってます、うんうん、通常の方での、キネマ地獄も楽しみにしてください、うんうん、じゃあまたこの後締めのコーナーで。あれはあの時のあれ、エンディングだよ。はい、エンディングですね。まあ、新春特別配信ということで、毎回ちょっと長めの配信をお送りしてるんですけど。そうですね、まあ、今回もねだいぶ長いですね。まあ1年通しての映画をご紹介になっちゃうからね。そうですね、まあ楽しんでくれたら幸いです、うん、はい。まあこんな映画あったなっていう振り返りでね。そうですね、うん、まああと今年1年また超合金をよろしくお願いしますっていう配信ですよね。はい、要はですです。はい、はい。まあ今年の展望とかはね前半で言っちゃったんで言うことはないんですけど、うん、まあ今年1年はねやっぱラジオをもうちょっとね定期的に上げられるといいんですけどね。そうですね、仕事が入ってきちゃうとね、どっちかに仕事が入っちゃうとねどうしてもなかなかそういかないところはありますけども。まあね、一人でやってくださいってわけにもなかなか。そうなんですよね。まあなもんで、はい、一応2週間に1回ペースを目標に今年もやっていこうと思います。はい。でまあ雑談配信とか去年苦し紛れでやったじゃないですか、うんうん、ああいうのとかもね間に挟んで上げていけたらいいなって思ってます。そうですね、はい。まあ、今回の特別配信も毎年そうなんですけど、まあ、基本的にテロップなしで、うん、取って出しに近い状態で、はい、だーっと荒い編集で上げちゃおうと思うんですけど、うん、雑談配信とかもそういった形でね、うんうん、上げていけたらいいなと思ってます、はいはい。なので今年1年また我々劇団超合金と劇団超合金のあれはあの時のあれをぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこれぐらいですかね。はい、はい、お相手は劇団超合金副座長桜井アリスと劇団超合金主催緑章青志でした。今年1年よろしくお願いします。またね。